お疲れ様です。まあ、生活保護から1億円ではないんですけどもね。元麻雀打ちから1億円というタイトルにしておきましょうか。まあ、別に1億円稼いだわけではないんですけども、タイトル的にね、ちょっと見栄えがするんでそういうふうにさせていただきました。内容としてはね、もう今、私のことをね、知る方は減りましたけども、もともと私、麻雀店を経営していて、しかも赤字続きだったんですよ。30代をその麻雀店の赤字経営に10年間ね、捧げてきて、できた借金が3500万ということだったんですけどもね。まあ、同じ麻雀を生業としている人にも、こう、縁が広がっていくんですよね。で、私は麻雀打ちとしてはね、独立してやっていたんですけども、麻雀店経営ともなるとね、自分が麻雀で稼ぐわけじゃないんで、非常に苦しかったなというところはあります。まあ、その中で、私と同じように麻雀打ちをしながら、その麻雀を仕事としながらやっていた人がね、だんだん依頼もなくなってきて、そして麻雀で勝てる場所っていうかね、大体出禁になっていくんですよ。麻雀で派手に勝つと、それこそね、麻雀で暮らしてる人ってね、その自分の仕事場っていうのがどん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 ね、なくなっていくのが、まあ、苦しいところなんですよね。目立つ勝ち方をすると、出入り禁止になっちゃうんですよ。で、自分なりに居心地がいいなと思ったらそこそこ通うんで、そうなると店の人とかお客さんも覚えていくんですよね。で、だんだん居づらくなってくるところあります。まあ、勝ち続けて喜ばれてればいいんですけども、そういう人ってね、滅多にいないですからね。で、その、私と元々同じ立場だった麻雀打ちの人が、今回は主人公です。今回もちょっとね、匿名性を高めていかないといけないので、物語みたいにね、私がなんか物語を語るような形で、今回動画にしてお伝えしようと思います。題してですね、麻雀店店員からアフィリエイトマスターへ、50代男性の逆転人生ということになります。まあ、この方、麻雀店の店員もしてるんですけども、勤務は週に2回から3回ぐらいだったらしいです。まあ、麻雀店の店員ではね、やっぱり稼げないんで、自分が麻雀を打つことによって稼ぐっていうのが本業だったみたいですね。いずれにしても、いつも麻雀をしていた、まあ言うと、裏プロのみたいな感じなんですよ。まあ裏プロですよね、はっきり言ってね。うん。で、私と同じ広島市内に当時住んでいました。広島市内の雑居ビルにある麻雀店。その薄暗い店内のタバコの煙がね、すごく、こう、悶々と、霧のようにかかっている、いわゆる昭和の麻雀店みたいなところが、今でも広島市内にあります。で、そこではね、麻雀牌を叩く音と、それから時折聞こえる負け惜しみの、まあ、いろんなね、騒がしい声が、賑わいを見していると。その一角で、この50代後半の男性、今回名前を、田中健太郎というふうにね、呼ばさせてもらいます。で、田中健太郎さんは、黙々と牌を並べていたっていうところを想像してください。まあ、この方、かつては会社員としてね、順風満帆な人生を送っていたんですけども、不運な出来事が積み重なって職を失って、一人暮らしを始めたというところだったんですよね。で、仕事もなかなか見つからない時に、生活費を稼ぐためにとりあえず得意だった麻雀をすることによって生計を立てていく。まあ、そんな形でございます。で、この方の住まいっていうのは余計なお金が使えませんから、広島市内でも私が昔暮らしていたようなね、狭いアパートで一人暮らしって感じでした。家賃が3万円とか言ってましたけどね。で、日々の生活費を稼ぐために、本当にこう、麻雀店に勤務するか、フリーで麻雀を使っ、それから、依頼を受けて、麻雀をいわゆる台打ちをするっていうことをやってました。でも麻雀の台打ちって本当に今少ないんで、ほとんどもうね、今はないと思いますね。だから月に1回あるかどうかみたいな感じだったですね、当時でも。で、孤独とか不安が常につきまとっていて、まあ、そんな、まあ、健太郎さんにとってね、新しいチャンスを見出す方法としては、インターネットで稼げる情報を探すっていうことだったんですよ。いつか麻雀を抜け出して、で、インターネットの中で稼げる方法ないかなっていうふうに探していたわけなんですよね。で、偶然アフィリエイトの記事を目にしたんですよ。で、広告収入を得られるそのビジネスモデルに惹かれた健太郎さんは、その発信主がね、同じ広島市内にいる私のことだっていうことに興味をそそられたみたいです。で、麻雀店を経営してるっていうところでもね、あ、そうなんだみたいな感じで親近感を覚えて、こっそりと私の店にね、新規のお客さんとして遊びに来たこともあったらしいです。
私はちょっとね、その時店舗にほとんどいなかったんで印象はないんですけども、あの顧客カードを見たら確かにね、その人の名前ありました。もちろん田中健太郎さんじゃないですよ。今回このストーリーを皆さんにお伝えする上で仮名で呼ばせてもらってますんで、本名は別にあります。確かにその人いました、うん、名前だけで住所とか書いてなかったんですけどね、電話番号は書いてましたね、うん、でこの健太郎さんが麻雀で生計を立てながら先細りしていく自分の麻雀というね、ジャンルに対して不安を覚えていく中で、新しい挑戦としてインターネットで稼げる方法って探して行き着く先が速稼塾だったわけなんですよ。で、その健太郎さんは速稼塾で早速アフィリエイトを学び始めてくださいました。当時は私もね、新しい塾生さんが毎日毎日私の広島市内の事務所に来ていたんで、はっきり言って入塾した瞬間の印象はなかったんですよ。でも、麻雀をするかっていうところで、ちょっとしますよっていうふうに言ってたかなと思います。まあそんなに麻雀の話も私しなかったんでね。ただ近くに麻雀店がありますってことは、よく、口に出してたんで、多分、ね、健太郎さんは、あ、この人オーナーなんだっていうふうに捉えてくれたんじゃないかなと思います。で、まあ健太郎さんは、まあ私がね、励ましたりとかね、時にはね、全然課題ができてないからっていうんで、叱咤激励もしたんですけども、その中で何度も何度もくじけそうになりながら、努力を続けてくださってね。まあ、それで私が途中から、もう引っ越してしまったんですけども、その後もたまに連絡をくださって、今こういう風になってますけどいいでしょうかとかね。で、一回だけこの家にも来てくれたことがあります。で、健太郎さんはそうやって1年2年と徐々に成果を上げていくようになったんですよ。で、この時使ったのがやっぱりツイッターアフィリエイトだったんですよね。うん。で、麻雀店で当時働きながら夜遅くまでパソコンに向かって、まあ、記事を書いたりとか投稿更新していったっていうところだったと思いますけども、まあ、時にはね、私とのやりとりがちょっと熱くなって、徹夜で作業することもあったらしいです。で、そのまんま、また麻雀の勤務に行ったりするわけですけども、まあそもそもね、勤務っていうのが週に2回とか3回なんで、結構ツイッターアフィリエイトに特化できたんですよ、この方は。まあそんな努力が実を結んで、健太郎さんはアフィリエイトで安定した収入を徐々に得れるようになっていったっていうのが、ざっくりとした経緯ですね。で、生活が安定して、経済的な不安から解放された健太郎さんは、まあ、ある時を境に麻雀店を辞めて、今、実家のある徳島の方に移住することを決めたらしいんですよ。実際に行ってるかどうかちょっとわかんないんですけどね。徳島に帰ろうと思うんだって言ってましたね。うん、で、両親と久しぶりにそのことについて話し合って、新しい生活を再建しようっていうふうに、そこまでも決めてるらしいです。うん。まあ、田舎のね、徳島の両親も、喜ばれるんじゃないですかね。多分、大学か、就職を機会に広島に出てるんですよ、この方。で、勤務をして、いずれは家庭を持ってとかね、ご両親も思ってたと思いますけども、実際は逆で、家庭を持つどころか、会社にもいられなくなって、気がついたら、日々、麻雀でその日暮らしをしているっていう形ですよね。で、なんとか抜け出そうと思って、50代になって、もう焼けっぱちでアフィリエイトの世界に飛び込んだら、麻雀店のオーナーでありながら、アフィリエイトのプロになった速稼塾の久保哲郎っていうのに出会ってね。で、ああ、麻雀店出身で、こういう風になった人がいるんだったら、頼りになるかもしれないってことで来てくれたんだと思います。まあ、麻雀に関しましては、その、健太郎さんだね、そこまで話したことはないんですけどね。で、今回この手記をまとめるにあたって、ちょびっとだけ、その頃のね、私への印象を聞いたら、麻雀店からネットビジネスで一発当てた人ってことで、自分もできるかもしれないって思ったのは確かですって言ってました。だから私が麻雀と関わりのない人だったら、別に入塾もしてなかったし、会いに行こうとも思わなかったらしいですね。で、徳島ではね、うん、そのアフィリエイトのノウハウを活かしてもらえると思います。まあなんせどこでやってもいいわけですから、別に広島市内である必要はないですからね。うん。で、この、健太郎さんのすごいところはね、自身の経験を綴った、会員制の有料ブログを始めてるところなんですよ。うん。で、ツイッターアフィリエイトで興味を持った、そのフォロワーさんを塾生に迎えてやっていると。つまり、速稼塾のね、モニタリング、同じことをしてるんですよ。うん。さすがだなと思いましたね。で、麻雀店での経験とか、アフィリエイトで成功するための秘訣などをその有料ブログでは発信して、多くの会員さんから支持を得てるみたいです。で、こういった健太郎さんのブログっては、多くの人々に勇気も与えてると思いますし、
苦しい状況でも諦めずに努力したら必ず道がねどこかに開けるってことをこの健太郎さんの体験を通じて視聴者さんとか読者さんに知らせてるってことなんですよね。でこの健太郎さんもねちょっと失笑身体不明っていうかねよくわかんない人ではあるんですけども、うん、そのアフィリエイトを学ぶ時の私との関係っていうのは本当にピカイチの生徒でしたね。あの課題をやってこないことがないし自分で仮説を立ててああでもないこうでもないっていうような仮説を立てて試行錯誤した結果塾長これで良かったんでしょうかっていうふうに聞いてくださるんで、あのアドバイスがすごく具体的に短時間でできるんですよ。うん、だからねやっぱりね麻雀をしていたって下地があったんですよね。麻雀って基本的に誰かに教わることができないんですよ。自分でああでもないこうでもないって仮説を立てたりとか、例えば一日麻雀で過ごしたらそれを頭に記憶して家に帰って実際にもう一回ね反芻しながらやっていくっていうのが基礎的な麻雀のプロのトレーニングなんですよ。裏プロのトレーニングね。だからその記憶力もそれから再現力もあると思うんですよ。でその中でそれをネットビジネスに生かして、こういう投稿をしてみたんだけども実はこういうふうなこっちの投稿にした方が良かったのかなっていうふうなね反芻シミュレーションっていうのを結構するんですよ。で投稿のタイミングもあのオートボットでやるのとあとはそれに対応してあの手書きでやるやつとこう組み合わせてね複数のアカウントでやるわけですけども、それもね自分なりに仮説を立てて複数アカウントのアカウントの名前をどうした方がいいのかとかね、まあそれについてはねちょっとまた長くなりますんでツイッターアフィリエイトの別動画に全部まとめておきますんでこちらの方は少々お待ちくださいと。で、健太郎さんは独身のままですけども両親との関係を今ね非常に強く取り戻していてアフィリエイターとして充実した日々をね今送れてるみたいです。で今回この手記をまとめるにあたって実際徳島帰ったんですか帰るんですかって言ったら一応ね徳島には自分の実家の部屋があるんでいつでも帰れる、だからちょくちょく泊まりに行ってるそうなんですよね。2、3日とか3、4日とかっていうペースでね。でもまだ広島にいることもあって、うん、そこで何をしてるのかはっきり分かんないんでね、もしかしたらあの麻雀関係で抜けられないものがあるのかなっていうふうに察しはするんですけどね、うん、まあどちらにしても今ね速稼塾を卒業して自らのこの健太郎さんのファンと共に暮らしてるみたいです。でここからがねやっぱり健太郎さんすごいなと思ったところなんですけども、完全に私も真似してるんですよ。ここからも東京とか大阪とかに都市部へね出張で行ってるみたいなんですよ。そこで招かれるままに自分の塾生さんに招かれるままにアフィリエイトのセミナーとか勉強会に、ゲストとしてね参加してるみたいです。で、全国各地から集まる弟子たちと交流して情報交換したり互いに刺激を受け合ってるみたいなんですよね。でそういうのを聞くとあよかったなと、うん、まあもちろんね47都道府県にはいないですし、そんなにねあの何十人何百人といるわけじゃなくて本当にねポツポツといる程度っていうふうには言ってましたけどもね。まあでもここに至るにあたって健太郎さんはもうすぐねあと数年したら60になると思いますけども、うん、まあ今はねかなり先が見えてきて一息ついたところでしょうけども、やっぱ決してね楽な人生じゃなかったっていうのは私も同業者としてね非常に強く感じるんですよ。でもまあ私も麻雀を生業としながらそっから抜け出してアフィリエーターになったみたいに、健太郎さんもね努力を続けたことによって人生の逆転を見事果たしたんじゃないかなと思います。で今回のこのね、まあストーリーをまとめるにあたってやっぱり思うのは、ここまでね見てくださった方に何かしらのきっかけとか希望を与えて人生の可能性を再認識させてくれるんではないかなっていうところなんですよ。でも本当使ってるのはツイッターだけですからね、うん、ツイッターだけ、スマホのツイッターだけを使って今までの冴えない人生から納得感のいく人生にぐっと切り替えた50代を過ごしたってのがこの健太郎さんなんですよ。でまた前回みたいにまとめさせてもらうと、やっぱりねどんな状況でも諦めずに努力すれば必ず何かの道が開けるってことね、うん、で諦めて引き返した時には逃げ道しか残らないってことなんですよ。で、新しいことに挑戦する勇気を持つことが大事っていうのも前回と同じです、ね、元ヤクザの方とね、まあ麻雀打ちもヤクザみたいなもんですからね。やっぱりこう私がね
広島の話をするとどうしてもね、裏稼業の話ばっかりになっちゃいます。私自身が裏稼業みたいなもんでしたからね。で、情報収集とか継続的な学習が必要で、自分と似たような状況の人と、やっぱり関わるってことは大事だなと思いましたね。で、4つ目、自分の発信によって作った仲間との交流を深めていくこと、情報交換はさらに成功を加速させるものだと思います。まあ今はね、健太郎さんは私の元を離れましたけども、でも健太郎さんは自分が今塾長なわけですよ。だからね、塾生をこれからもね、稼げる道に育んでいただくんじゃないかなと思います。で、こういうふうに健太郎さんみたいに逆転の人生を成し遂げた人っていうのは決して少なくないんですよ。だからね、この物語を聞いて、本当かよそれって思って何もしない人生を続けるのも一つです。でも確かに今の世の中、信じられないようなことが起きるんだなっていうふうに思って、自分も信じられないような人生の転換に挑戦してみようかなっていうのもね、一つの選択だと思います。あなたはどうしますかということで、今回終わらせていただきます。それじゃあ。